改めまして皆さんこんにちは。ありがとうございます。私たちは兵庫県伊丹市から参りました陸上自衛隊中部方面音楽隊です。本日は自衛隊音楽隊ふれあいコンサートにようこそお越しくださいました。今日の昼間の最高気温は32度ということで、この時間でもまだまだとても暑いですよね。皆さんこまめな水分補給を忘れずに演奏を聴いていただければと思います。本日は夏にぴったりの爽やかな曲や暑さも吹き飛ばすノリノリな曲、さらには最近流行りの曲など盛りだくさんのプログラムをご用意いたしました。最後までごゆっくりお楽しみください。私は本日の司会を務めます打楽器担当ベッキシンジ三等陸曹です。どうぞよろしくお願いいたします。初めにお送りしました曲は夜の情報番組報道ステーションよりスポーツコーナーのテーマ曲ミラクルショットでした。続いてもスポーツ番組にまつわる曲をお聴きいただきましょう。お送りする曲はレイモンド・ハットリが作曲した行進曲コバルトの空です。この曲は1951年に現在の TBS ラジオの前身であるラジオ東京が開局した際に始まったスポーツ番組のテーマ曲として作曲されました。戦後に作曲された行進曲の中でも特に代表的なこの曲を中部方面音楽隊の爽やかな演奏でお楽しみください。それでは行進曲コバルトの空をお送りいたします。指揮は中部方面音楽隊音楽班長武藤明文二等陸尉です。
ドラムパフォーマンスは中部方面音楽隊打楽器パートでした。中部方面音楽隊オリジナルのドラムパフォーマンスを交えて行進曲コバルトの空を聴きいただきました。続いては NHK 連続テレビ小説アスカからテーマ曲風笛をお送りいたします。1999年に放送されたこのドラマはここ奈良県飛鳥村と京都を舞台にヒロイン宮本飛鳥が和菓子職人の道を目指す物語です。ドラマでは稲淵の棚田や亀石など飛鳥村の穏やかな風景や広大な自然が描写されています。大島みちるさんが作曲したテーマ曲風笛はオーボエ奏者だった宮本文明さんをフューチャーし作曲され、20年以上経った今でもオーボエ奏者なら誰でも憧れる一曲です。本日は中部方面音楽隊のオーボエ奏者荻野亜紀三等陸曹の独奏でお楽しみいただきたいと思います。なんと荻野三奏は宮本さんが演奏する風笛を聴いてオーボエを始めたんだそうです。今回ドラマの舞台となった飛鳥村で演奏できるということで、皆さんの心に響く演奏をお届けしたいと本番前に話していました。オーボエ独特の柔らかく温かい音色をご堪能ください。それでは NHK 連続テレビ小説アスカよりテーマ曲風笛、オーボエ独奏は荻野亜紀三等陸曹です。
ありがとうございました。オーボエ独奏は荻野亜紀担当力奏でした。さてここ飛鳥村は飛鳥時代から続く古い歴史と豊かな自然から日本人の心のふるさとと呼ばれています。続いては日本人なら誰もが知っている日本の唱歌からふるさと、浜辺の歌、春の小川、花の4曲をあの日聴いた歌と題してメドレーでお送りします。自衛隊はふるさと日本と国民の皆様の生命と財産を守るため日々訓練に励んでいます。私たち音楽隊も音楽を通して自衛隊の活動を国民の皆様に知っていただいたり、国際交流の場で演奏を通じて他国との架け橋になるなど、国を守るという大きな目的のため演奏活動に励んでいます。日本の美しい自然の情景を感じていただき、ぜひ歌詞を口ずさみながらお聴きください。それではお送りいたします。あの日聴いた歌。Thank you.
ありがとうございました。さて続いては全世界で最も有名なゲームソフトスーパーマリオブラザーズの音楽をお送りします。今年の4月には劇場版スーパーマリオブラザーズザ・ムービーも公開され、わずか1ヶ月で興行収入が100億円を突破するなど映画の世界でも大ヒットを記録しています。本日はゲームで流れる音楽をメドレーでお楽しみいただきたいと思います。地上からスタートして地下のステージへ、そこからパワーアップ、スターを獲得して無敵モード、コインの獲得、そして水中のステージへ、聴いているだけでゲームの世界が目に浮かぶ、そんな楽しい曲となっています。それでは参りましょう。スーパーマリオブラザーズメドレーです。
ありがとうございました。スーパーマリオブラザーズメドレーをお送りしました。続いては今年の4月から放送していたテレビアニメ推しの子のオープニングテーマ、アイドルをお送りします。アニメ推しの子は主人公の青年が前世の記憶を持ったまま自分が推しているアイドルの子供に生まれ変わるという転生物語です。大人気音楽ユニット YOASOBI が歌ったアイドルは YouTube での総再生回数がなんと2億回を超え、若い世代を中心にとても人気の高い曲です。本日は中部方面音楽隊スペシャルバージョンでお送りします。常日頃ムキムキに鍛え上げられている自衛隊音楽隊でしかできない本気の宴をどうぞお楽しみください。それでは参りましょう。アイドル、ありがとうございました。さて、時間が経つのは早いもので次の曲で最後となりました。最後は夏の暑さを吹き飛ばすノリノリなラテンナンバーをメドレーでお送りします。マンボナンバー5、テキーラ、エルマンボ、そしてエルクンバンチェロ、皆さんも一度は耳にしたことのある4曲を中部方面音楽隊の熱い演奏でお楽しみいただきましょう。会場の皆さんもぜひ手拍子や掛け声など一緒に盛り上がってまいりましょう。それではコンサート最後の曲、マンボメドレーです。本日は誠にありがとうございました。
ターは飛鳥鷹取保育園の卒園生で、先ほどオープニングで数々の大技を、披露してくれました大道芸人のブッキーこと米田伊吹さんと、同じくルービックキューブのお手伝いをしてくださいました中谷日野さんです。とても素敵な演奏でした。アイドルの歌がとても良かったです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。続きまして中谷日野。初めてこんな演奏を聞いて私もやってみたくなりました。これからも頑張ってください。それではちょっと一緒に記念撮影をしたいと思いますので、前の方へ。笑顔で。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ございません。盛大なアンコールをいただいたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは最後にもう一曲演奏させていただきます。最後は皆さんよくご存知のあの名曲を打楽器担当菊川隆二等陸曹の歌でお送りします。イントロを聞くだけで何の曲かすぐに分かると思います。それでは参りましょう。どうぞ。その時心は何かを話す
会にすごく響き渡って素敵でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。演奏は陸上自衛隊中部方面音楽隊、指揮は音楽班長武藤明文二等陸尉でした。また皆さんにお会いできる日を隊員一同楽しみにしております。本日は誠にありがとうございました。